パケットが欲しい。一発逆転のケアパケット、もうこれはこびるしかねえ。マイクで敵にこびるしかねえんだ。ダメなんだ、中には入れない。俺は金がねえから中には入れねえんだ。そう、ナイファーしかできねえ。だって俺の撃つんじゃねえ。ちょっと待ってくれよ遠藤さん、ごめんだって。総理待ってくれ、撃たないでくれ。俺はもうナイファーなんだ、金がねえんだ、頼むお願いだ。ファッキュー、お願いだ、撃たないでくれ。撃たなければゴミ。やめてくれ、やめてくれ、頼む遠藤さん。いいんですか。私はダメな方の人間だ。これをパチンコ屋で働いている妻に渡してくれ。いいんですか。ありがとうございます。頼む、カイジ君。ありがとうございます、おじさん。ありがとうございます。恩に切ります。この缶詰の恩は一生忘れません。パーティーで来てるんですか。おじさん、敵がいます。おじさん、大丈夫ですか。おじ…これを絶対撃たないんで。班長がいる。じゃあ僕は行くよ。おじさん、ありがとう。ありがとう、おじさん。あれはリスナーじゃねえ、まさかの神回になっちまった。じゃあ僕は行くよ。おじさんが優しかった。とんでもねえ、とんでもねえ奇跡が起きた。リスナーではなかった。あれはただのタルコフプレイヤーだ。1月1日元旦の奇跡が起きてしまった。嘘だろ。嘘だろ。大事のモノマネをしていたら、タルコフプレイヤーの日本人が俺を助けてくれた。ありがてえ。恩に着る。この野郎、危なかった。ダブルバレルショットガンで狙ってきやがって。あのおじさん大丈夫かな。俺はこの装備でワンチャンケアパケットを狙っていこうかなと思う。あのおじさん、すごくノリが良かったな。また会えるといいな。こんな朝5時の1月1日、新年早々であんなおじさんに出会えるとはまさか思わないだろ、誰も。俺も思わなかった。ナイファーやってみるもんだな。カイジファンに悪いやつはいなかった。
僕はもう行くよって言ってインターチェンジの中に入ってしまった。あのおじさんは俺は一生忘れない、こんなドラマチックなタルコフを。しかもあのおじさんなんと UMP とリグアーマーをくれた。ありがてえ。これみんな嘘だと思うだろ、マジの世界なんだってゴースティングでもなけりゃ本当にバッタリノラに出くわした、そんな回だったんだぜ。圧倒的すぎるだろ。あのおじさんとフレンドになりたいな。生き残った生き残った生き残ったまで言ってたぞ。半端ねえな。俺タルコフやってて一番感動したかもしれないこれは生きて帰りたい。おじさんがくれた UMP と昆布アーマー持って帰りたいんだが、が俺はクズなんだ。ここで帰ればいいものを骨が折れているのにもかかわらずだ。ワンチャンケアパケットを欲している。ワンチャンケアパケを狙っていこうと俺は思う。おそらく視聴者はやめとけって言ってるだろう。でも俺は来てるんだ。今流れが完全に流れが来てる。その流れに乗じないことはないんだ。絶対にこの流れに乗らなきゃいけない。バイプッシュ行こう。みんな聞こえるか、飛行機だ、飛行機が来たぞ。まさかこんなところで飛行機が来るとは思わねえだろ。これはもうバイプッシュだ。行くぞみんな。あれ？どこに落ちた？いやこれまさかこの後ろじゃねえのか？今の飛行機は一体どこにアイテム落としたんだ？ん？上だ！上にある！これはもう明後日帰るしかねえだろ！こんなもん！こんな金が降ってきやがる。金が降ってきやがった。金の魔力ったら半端ねえな。あまりにも近い。もうこれはもう漁るしかねえ。漁って帰るしかねえ。これは誰も撃たないでくれ、頼む。めちゃくちゃ美味しいじゃねえか。こんなもんこんなルーブルいらねえ。頼む、美味しい、あまりにも美味しい。待ってくれ、誰も撃たないでくれ、頼む。トルディンに変えよう。おいしい、おいしい、おいしい。ダメだ、うますぎる。
早く銃が出てきてくれ。頼む。いい銃が欲しいんだ俺は。あんた、ショットガン？こういうのを待っていたんだ。じゃあ俺はもう帰る。あ、悪魔的だ。うますぎる。悪魔的なレイドだったぜ。このフルレイド、俺は勝利したんだ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。ちょっと、この間に、これは使用できないのか？無理なのか？死ねねえ。おじさんのツナ缶は絶対に持って帰る。が、腕を骨折してるんで、早いとこ、帰らないと。あのおじさんのおかげで、俺は生き残ることができた。ありがとう。名も知らぬおじさん。もっと YouTube で、ちゃんとタルコフやるよ。ガン待ちなんかせずに、あのおじさんのように、人を助けれる人間になろう。みんなありがとう。チャンネル登録、高評価、よろしくな。じゃあ俺はもうそこで帰れるから。また会おうな。よし。もう目の前がゴールだ。ここでエンドロールを流そう。よし、あともうちょっと、あともうちょっとで帰れるんだ。俺はエスポあるから。あと6秒、5、4、3、2、1。未来は僕らの手の中。